演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。新潟カルビーの47都道府県お菓子、新潟県代表カッパーエビセンカンスリ味を食べたいと思います。カンズリアです。カンズリだ、カンズリ。で、このカンズリについてのこの説明が書いてあるんですけど、どうやら香辛料の名前みたいですね。ということは辛いのかな。通常のカッパーエビセンが違った辛さがあるかもしれない。通常のは塩系ですから、香りはそこまで強烈に来るわけじゃないですね。普通の食べると変わらないような。では食べてみます。そこまで激辛激辛っていうわけじゃないけど、ほんのり後から来るな。これは本当に止められなくなりそうかな。この手の香辛料のスナック菓子にありがちなパターンなのかもしれませんが、なんか最初のうちはあれと思ってたんですけど、食べ進めてだんだんあっていうふうにだんだん口の中に刺激が広がってきましたね。まあ、そこまでもうダメだっていうような辛さではなくて、ピリ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 来るような辛さ、程よい辛さなんですけど、今でも結構下に残ってます。なので辛いのが好きな方にはおすすめですね。反対に苦手な方は避けた方がいいと思ってます。まあ自分は言うまでもないと思います。だから結構刺激があって美味しかった。通常のカッパエビセンとまた違った味わいを楽しめたので、こちらも点数とさせていただきます。それでは、七福神参り、砂漠で数なり無謀なりを。いや、砂漠に七福神そもそもいるのか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。